皆さんこんにちは、改造車ジャーナリストツッチーパフォーマンスです。今回はボンドボディから新しい製作シリーズをお伝えしたいと思います。車はこちらでございます。やってまいりました、ポルシェタイカン。そしてご覧ください、つけるエアロキットはなんとブラバス。まあ、ボンドチャンネルずっと見てくださっている方はついに来たかっていう感じだと思いますけれども、そうなんです、5月にブラバスデイズで発表されたメルセデス以外のブラバスエアロパスということで、こちらを今回なんと取り付けちゃいます。5月のブラバスデイズで発表されて、もうその直後にうちの方から注文を入れてるんで、おそらく一番早いロット、なおかつ製作に取り掛かるのは一番最初じゃないかなということで、こちらご紹介させていただきたいと思います。でまずこのエアロパーツの前にベースになる車、こちらオーナー様から今日お預かりしてきた車なんですけど、こっちを先に見ていきたいと思います。もう外装ピカピカなのからお分かりいただけると思いますけれども、かなり距離薄のもうピカピカの車でございます。で外装に関してはこの白と黒のコンビのホイールがついてたり、キャリパー黄色かったり、ただこちらなんとこれラッピングして色替えしちゃいます。でこのラッピング色替えの色はお楽しみということで、はい、なんとこれ白をそのまま使わないで全く別の色のブラバスのエラーがついた車になるということで、内装に関してもこの落ち着いた赤の内装なんで、まあ外装パーツに負けないメリハリのあるインテリアになってるんじゃないかなと思います。さあそして後ろに回ってきまして、皆さん気になるところ、このタイカングレードどこなんだと、どれなんだと、なんとターボ S でございます。これエンブレムチューンじゃございません。あのさっきカメラマンからコメントがありましたけど、タイカン落としてないし外装割と似てるんで、エンブレムチューンしても分かんないですよねって、まあ、確かにと思ったんですけど、これ正真正銘のなんとターボ S ということで、まあ、ホイールからお分かりいただけると思いますけども、こちらをなんとベースにつけちゃいます。そしていきましょう、エアロパーツの開封動画、いろんななんかガジェット系の、開封動画ってあると思うんですけど、なかなかエアロパーツの開封動画ってないと思うんですけど、お届けしたいと思います。でこれホイール先出ちゃってるんで、ホイールからいきましょうか。ホイールの方は標準が一応今21インチが入ってるんですけど、1インチアップの22インチになっちゃいます。そしてこの他のメルセデスでも履かれてきたこのデザインので、当然ポルシェ用に130かな ECD になってるということで、これもちろん単造でございます。そして、まあ、すっごいマニアックというか内輪ネタで恐縮なんですけど、梱包用のこのカバーも新しくなってるという赤いブラバス文字で、これあれなのかな、メルセデス以外がこれとかそんなことないか、可能性あるよね。確かにエンブレムもブラバスに若干変わったのがついてたりとかしてるんで、もしかしたらメルセデス以外のやつがこれになってるかもっていう。そして生地もなんかジャージ生地のいいやつになってます。でブラバス本当に作りが良くて、裏側も本当に綺麗なんですよね。だ結構いろんなホイール見てきてる人だと分かると思うんですけど、裏側が結構こうそのまんまの仕上がりだったらいいとか、結構荒っぽく削ってあるやつなんかはもう裏側見ると分かるんですけど、非常に綺麗で、はい、この辺が裏側に関してもちゃんとブラバスジャーマニーのロゴが入ってたりとか、製造はどこで作ってるかは入らないですね、はい、でちなみにあの JWL と VIA も入ってますんで、まあ、はみ出しにならなければ、おそらくチューナーなのでならないと思いますけど、車検もいけるんじゃないかなと思われます。そしていきましょう、エアロパーツで、結構ブラバスってこうワイドスターをご紹介させていただく機会だったりだとか、あとはパワードームなんかご紹介させていただく機会が多いんで、どでかい箱っていうイメージかもしれないですけど、今回はタイカン、基本的にはリップとか、まあ、スポイラーとか割とこうアドオンのパーツ構成になるんで、まあ、箱に関してはこれで全部です。だからフルキットっていうとなんか結構あ意外にコンパクトな箱だねっていう感じですけど、今回はこんな感じで、うわーブラバスやっぱりね梱包しっかりしてるよね。こんな感じで、これ僕らも今初めて見ます。ちゃんと接着剤と取説も全部入ってるのかな、まあ基本あ全部入ってますね。やっぱりこんな感じで全部細かい、まあもちろんドイツ語だったりするんですけど、インストレーションガイド、こんな感じでワイドスターの時と変わらない、なんかこの辺がちゃんとしてるよね、ピレリ、ビルシュタイン、コンチネンタル、はい、そしてこんな感じで細かくどこをどうするとか、はい、
でこれがついてることによって、まあ、もちろんその現場での、まあ、取り付けスキルっていうのも多少はあると思うんですけども、基本的には、まあ、高いクオリティで、まあ、世界中のお客様にお届けできるっていう、そんな仕組みになってございます。そしてこの辺の説明書、接着剤はとりあえず置いといて、いきます。いいですか。えい、どこですね、これリアか、あ、リアだね。リア版のちょうど枠のところ、バンパーとディフューザーの間でしょうか。でドライカーボンなんでめちゃくちゃ軽い。そしてちゃんとブラバスのステッカーもメイドインジャーマニー入ってます。めっちゃ軽い。ただやっぱりこの形状なん で特にアドオン貼り付けるパーツだよね。なんでそんなにもうめちゃくちゃ剛性があるわけじゃないんですけど、製品自体は超硬い、こんなのが。そしてあ、これ絶対あれだね、日本の代理店さんで一回開けてるね。これトランクスポイラーも入ってます。トランクスポイラーは中空じゃなくて一応こっち側まで全部貼ってあるタイプ、はい、これもこれがだからさ、これ揃ってるじゃん、揃ってるじゃん。裏側も揃ってるのよ。で裏側なんて割とどうでもいいところなのに、これちゃんと全部揃ってるという、さすがブラバスクオリティでございます。そしてこれが下側のちょびってやつかな、はい、こんなのも全部なんか、あ、これリアスボイラーの端っこってことか。失礼しました。実写見てきたのによくパーツ構成が分かっていないという、こんな感じか。続いてこの謎の物体 X を開けてみたいと思います。これディフューザーか。あ、ディフューザーだ。わー、すげー。これは結構な大きさのディフューザーが。そしてポルシェなんで当然ディフューザーもここまでじゃなくてここ全部で、アンダーパネルとつながるようになってるのかな。それをそのまま使えるようになってるという。さすがにこれはアドオンでこれ貼り付けるのかな。だからこれ裏側はこういう処理ですけど、こんな感じで、あ、やっぱりこれビス止めでこのディフューザーのフィンが外せるようになってるんだ。だからこの辺でアクセントでボディカラーにするとか、違う色入れるとか、キャリパーの色入れるとかっていうのができるようになってる。で基本的にボンドボディ、カーボンパーツ、このグロスのパーツも全部クリア重ねて塗ってから取り付けるをするんですけど、これそのままいけちゃうぐらいめちゃくちゃ綺麗、この辺がつきます。さあ続いてもう一個の箱を開けてみたいと思います。うわ、こっちいっぱい入ってるね。一個ずついきましょう。はい、これがなんだ、重たい。え、これ何、あ、これあれか、フロントのスポイラーの端っこか、翼端板的なサイドの立ち上がりの。これ重たい、結構中みっちり詰まってるパーツっすね。ちゃんとブラバスって印刷されてる。こんなのがもちろん左右と、え、これどこだろう。でもこれもちゃんと中までみっちり樹脂で表にカーボンが貼ってあるパーツだから、パーツパーツで違うんだね。なんかこう袋の形状になってるやつもあれば、アドオンなんで裏側をこうワイルドに仕上げてるやつもあれば、こういうパーツなんかは中身樹脂で外側にこうドライカーボン施工してあるもので、ここプレート型も入るんだと思う。次はじゃあ小物。え、これは汎用品なんだね。ボルトキャップ、はい、え、エンブレム、あ、来ました。そうなんです、これポルシェのこのクレストのブラバスということで、あ、だからもしかしたらこの赤いラインであれなのかな。これちょっと開けてみましょう。2枚、アルミかな。あ、ちゃんとでもベースもついてる。ベースに貼ってなんだ。すっごい凝ってるね。こっち何、このホイールのバルブキャップ。あー、これさ、純正のエアセンサーと同じこの色になってんだね。こういうのだからさ、なんかいいよね、こういう細かいところまでやってあるの、こんなのを。あとは説明書と同じくこう接着剤とか、だからこういうのも付属してるから、その取り付けが全部同じこう接着剤で基本行われるはずなんで、まあそういう取り付けが
まあ、世界中安定してるという。そしてあペダルこんな感じで、これも掘ってあるのかな。あちょっと掘ってあって、そこにちゃんとインク塗料が流し込んである感じ。へえ。でちゃんと滑り止めのゴムがついてて、おそらく純正に穴開けでボルトナットじゃないかな。まあ当たり前ですけど、このナットも緩み止めのこのナイロンのリングが入ってるナット。もう絶対あこうなっちゃうんだっていうのはないよね、ブラバースの製品。さすがもうメーカー級の仕事をしているだけあります。まあ実際メーカーの仕事してますけど、はい、この辺はスカフプレート類ですね。前1個開けてみましょうか。あー黒じゃなかった、カーボン。めっちゃかっこいいねこれ。アクリルが裏貼ってあって EL のプレートが入ってるのかな。で純正の多分スカフプレートから電源多分取るやつじゃないかな。しかもこれ純正の欧州車のコネクターと同じやつですね。だ差し替えて使うんだと思います。もう絶対これさ、適当なメーカーだったら赤いあのワンタッチのパチッと配線切りっぱなしだと思うんですけど、ちゃんと全部純正の、これ多分ポルシェ純正とか、まあ、BM とかも多分このコネクターの端子って一緒だと思うんですけど、これ純正のコネクターの端子引っこ抜いて多分差し替える感じになるんだと思います。これも当然ドライカーボンということで。そしてこれが、あこれダクトだ。これじゃあせっかくなんで車当ててみましょう。こうだ。あーいいねこれ。これすっごいこうフロントがワイルドな感じになる。ニンニンさんのあの S クラスもこんな感じでこうここにバカオってつくパーツありますけど、これもちゃんとドライカーボン製で、見てくださいこの目が全部、あしかもこれついでるところがないんじゃない、一周、あここが唯一ついでるのか、でもほぼわからない。でこの裏側も全部目がこう、綾織りってこう編み方の関係でこう引っ張った時に目が歪んじゃうんですけど、全くそういうのがない。で当然ドライなんで強度もめちゃくちゃあって、あここもちゃんとステッカー貼ってありますね。でめちゃくちゃ軽い、こんなのがついていきます。カーボンの玉手箱やっつって、はいもうテレビ消してください、はい、すいません。どうなのかね、みんなあの携帯で見てるんですかね、ボンドチャンネル、テレビで見てるんですかね、教えてください、はい、そしてこれフロントのリップ、よいしょ、これはでっかいんで出しません。あこれも貼り付けタイプ、こんな感じで、はい、これもさすがにこう大きいんでそんなにむちゃくちゃ剛性ある感じじゃないですけど、それでもドライなんですっごい強度があるし、これ割とシンプルなんだね。でここの端っこにさっきのピンのパーツがつく感じになってます。あの相当ふざけてますけど、ちゃんとオーナー様には全部許可いただいてますんで。あーこれいいね。しかもこれトランクのマットだけだ。ちゃんとブラバスの刺繍が入って、こうステッチ、パイピングが入ってステッチが赤ので、ちなみにブラバスってこの刺繍入れる機械とかも持ってるんで、要は外注でなんかこれを仕様を作ってもらって自社製品にしてるんじゃなくて、ちゃんとこの辺も内製化してるはずです。だからこの文字もちゃんと立体的な一方向だけの刺繍じゃなくて 3D になってるというか、書き順通りの刺繍、これすごいね。でこの外側のステッチも、ステッチマシーンもあります。機械がもうずっと稼働してるような、ああいうこう放射線状に広がる特殊なステッチとかも全部自社で入れられるという。これで全部かな、少ないね。だサイドは純正でもうこのカーボンのになってるんで、まあ、この辺との相性も悪くないんじゃないかなと、はい、これ今養生が張っちゃってるの見えないですけど、ここ真ん中のこの辺がカーボンのパーツで、あとは、まあ、車のさじ加減でブラバスデイズに出てたあれ黒だったかな、あんな感じに仕上げていただいてもいいと思いますし、まあ、あとはいつか内装やりたいですね、はい、まあ、そんな感じで仕上げていくんだと思います。というわけで納期は聞いてません、はい、出来上がり次第お客様の元へお届けする感じになると思うんですけども、途中経過お伝えしますんで、ぜひボンドチャンネルのチャンネル登録もして見てみてください。